ちゃシンプルですね。スイッチが右下にあって、ここが、投入口で、後ろから出ると。なんだこの ABS って、もうちょっと見てみましょう。で電源があって、プラグはちゃんと、100V用ですね。よいしょ。まあ、ちょっと説明書読んで早速使っていきます。で、今回は、ちょっと去年旅行行った時に撮った、京都の写真が何枚かあるので、ちょっとこちらをラミネート加工して、どうなるか見てみたいと思います。はい、じゃあちょっと早速ラミネートに向けて準備するんですけど、ちょっとマニュアル見ながらやっていきます。で、まず本体をね、水平の場所に置きますと、まあテーブルの上だからいいでしょう。で、電源プラグをコンセントに差し込みます。差し込みます。よし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 。ほい。コンセントに差しました。で、お好みによって、レイと熱機能を選んでください。で、3分から5分待ちますで、ね、スイッチですね。スイッチを、お好みで選んでくださいということみたいです。映ってるのかな？ちょっと、よいしょ。ここですね。はい、でちょっとなんか事前に見るとなんか両面コーティングの場合はホットの方らしいので、今回ホットの方にスイッチを入れて3から5分待ちたいと思います。初回ということもあるので5分待ちます。待ってる間にちょっと先の準備をしとこうかなと思うんですけど、まあ3分から5分経って余熱が完了すると、あ、ランプが点灯するんだ。数える必要ないですね。なんか見栄え的にいいからこのまましていきますけど、まあどんぐらい時間が経つのかちょっと見てみましょうか。で、多分ランプが緑につくらしいです。使える状態になったら。で、レディーランプっていう形らしいので、それがついたら実際にこの間にフィルム加工したのを通してラミネート加工していくという感じですね。はい、で、ちょっと写真ですけど、京都の時に撮ってきた、この辺をちょっとせっかくなのでピントが合わないやろうかなと思います。あとこの辺ですね、ランプ、なんだっけ、これはね、清水寺、貴船神社、瑠璃光院っていうとこですね。この4枚を今回はラミネート加工します。どうなってきた、なんか新品なのせいか変な匂いするな。あ、でですね、3分ぐらいでつきましたね。緑にランプついたので一応ラミネート OK ということで、まだ準備できてないので急ぎます。
マグネット、紙があって挟めるようになってるのでここに埋めていきます。あ、やっぱサイズに合ったフィルム買わないとダメですね。めちゃくちゃ余りますけど、ちょっと今回は1枚だけにしようかな。ちょっとこれでどんな感じになるか見ていきますね。さあ、行くぞ。じゃあ早速通します。ある程度差し込むと自動に持ってってくれるみたいです。結構早いな。お、すげえ、もう出てきてる。はい、こんな感じでできました。ちょっとフィルムがはがき用だったのですんごい縁余りましたけど、すごい綺麗にできてると思います。一瞬で取れてますね。なんか完成もすごい早かったんで、ちょっとあの気に入った写真とかラミネート加工してちょっとちゃんと保存していこうかなと思います。本体もそんなにバカみたく厚いわけじゃないんですけど、ちょっとあのちゃんとフィルム用買ってきて今度はやりたいと思います。あー、なるほどね。ちょっとまあコツつかめばいけそうですね。はい、今回はこんな感じです。まあ興味あればぜひ試してみてください。ではまた。録画ボタンを押し忘れてた。はい、すいません。で、ちょっと録画し忘れてたんですけど、さっきちょっと余ったラミネートフィルムの方なんですが、ちょっとちょうどいいサイズに切ってみました。で、まあ特に剥がれるとかそういったものはないので、まあちょっと余っちゃったなと思ったら自分でカッターとか使ってカットすればいいと思います。で、まぁ、ちょっと問題があるとすれば、問題なのかな。この角っこですね。とんがってしまうところがあって、あ、ここ落とし忘れて。ちょっとそこを丸く切るって言ったところが、なかなか難しかったので、まぁ、ちょっと道具とかがあれば、そういったものでちゃんとやった方が綺麗に出来上がると思いますが、まぁ、ちょっと私の図工センスでは、こんなところが限界でした。はい、まあでもちょっと綺麗にできたのでどっかに飾っておきたいと思います。はい、今回はこんな感じです。じゃあ改めてバイバイ。